こんにちは。日本学術書道会の田村喜覧です。今日も担当者の茶かけの伝語辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は一段の脇このうちにありです。これは花月花を運び茶を転じ、月に覆って茶をすする一段の脇このうちにありの中の一句です。春一輪の花を取ってきて茶を立て、秋月をめでながら茶を喫するように、それぞれの季節の特徴を十分に満喫する、そのことで自他ともに調和した世界に没入することができます。春夏秋冬、四六時中の茶の湯の中に和気静寂の精神が込められているということです。それでは今から一段の脇このうちにありを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。